ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。僕思うんですよね。マイクをつけ忘れました。僕思うんですよね。やっぱり憧れの人のバレットジャーナルを見て参考にするのがまあ楽しいんじゃないかなって。いや、というのもですね、私がバレットジャーナルに出会ったのは、まあ、いろんな、協力隊時代だからもう5、6年前になるんですかね。タスクが増えてきて、自分の人生でこれちょっとやべえな、手帳持たずに Google カレンダーとかデジタルのデバイスだけで、ただただ通知のために来てて、あ、これちょっと無理かもって、なんか直感的に思った時に、なんか、まあ、もともと受験勉強の時に手帳を活用して受験勉強成功したっていう成功体験があるので、いろいろそういうのを見てる時期だったんで、そこで偶然バレットジャーナルに出会って、まあこういう感じでいつの間にかバレットジャーナルを中心とした手帳術の動画を出す人になっちゃったなんて、人生わかんないもんなんですけど、まあその、まあ、動画を出すきっかけになった方がいまして、僕もずっと公表してるので、そのご本人様が二度と私の名前を出してくれるなって言われるまでは、出していこうかなと思ってるんですけど、まあ、あの、マリアンヌさんっていう、まあ、アカウントの方がいらっしゃいまして、まあ、概要欄にリンクは置いておこうかなと思うんですけど、僕はその人の動画を見て、バレットジャーナルのを、まあ、文章とかブログとかの記事とか、そういうものではなんとなくちゃんと勉強してたんですけど、その映像として、実際に使ってる人の、ノートをこう見せてくれて、こういろいろと紹介してくれるっていうもので、非常に参考になって、で、まあ、コロナで、こう、マジ君仕事とか、そんなに御所を大事に管理してたタスクが全部なくなった時に、何かちょっと、まあ、違うことやってみたいなと思った時に、あ、こういった動画を撮ろうと思って始めたのがきっかけだったりするんです。で、今でも、マリアンさんが動画を出すと、もう、いの一番に見ますし、まあ、バレットジャーナルも、今されてるやり方も面白いなとかって言って、自分に取り込みたいことを取り込んでいくみたいなことをやってるんですけど、まあ、こう、生配信だとか、普通に動画内でも、こう、名前を出したりとか、もう申し訳ない、本当ご迷惑かもしれないんだけど、出したりとかしてたんですけど、もう、これ、いっそのこと一回、こう、マリアンさんって、がやられてる今のバレットジャーナルの動画を、まあ、今回、まあ、もう一回ね、朝から、サブチャンネルの投稿が終わった後、もう一回見直して、もう20本ぐらい、確か月に1回ぐらいセットアップの動画出されてるんで、あの今の形になってからだから、まあまあ十何本もかは見直して、自分なりに、あ、この気づきみたいなものを、まあ、まとめたんですよ。ロルバーン L サイズ2枚にね。で、これを、まあ僕がやってるバレットジャーナルと照らし合わせて、取り込めるとこう取り込んでいこうみたいなことをやっていくっていう動画です。よろしければ最後までお楽しみください。今、バレットジャーナルというか、僕の手帳術がこんな感じなんですね。カバンに確実に入るのはこの2冊。そして、まあ、リュックサックとか、入るサイズだったら必ず入れるもの。で、これは入ってはないけれども、すべてのことが記録されている、貼るだけバレットジャーナルっていう形ですね。で、基本的に、ここら辺ですね。こことか、財布が M5 ディープなんで、これでメモしたものを貼り付けていくっていうところ。で、これは実は、マリアンさんもね、結構、マリアンさんは、英語の、ポリプロピレンのあの、無印の英語のルードリーフを使われてるんですけど、それだとやっぱり、僕も同じこと思ったんですけど、もっと小さい手帳の方が携帯性も効くし、さっと取り出せると。だから、メモ帳を持って、その、メモを、気軽にする。で、それを、貼ることによって、ログしていくっていうことをやってらっしゃったので、まあ、私も同じような感じに落ち着きまして、今年に入って、まあ、ロールバーンの L サイズとか、そういうものをこう貼って、記録しています。ただ、これいいんですけど、まあ、毎日毎日家に帰ってこれる間はいいんですけど、たまにやっぱり今、宿泊して、っていう仕事もあったりとか、で、忙しくてしんどくて、これも開けなかったりとかするんですよね。で、外でもやっぱりそういうのまとめるっていう作業とかしたら面白いなと思って、だから、この英語の手帳をね、そう、マリアンさんの動画のバレットジャーナルを参考に、はい、
こっちをバレットジャーナルとしてもさらに使えるようにすれば、持ち運んだところでこう、この貼るだけバレットジャーナルを実践して、で、さらにこっちに反映させて全部残していくみたいな形。まあ、ゆくゆくはこれ B 語ってもともと、ギャグというか、冗談でやったようなもんなんですよ。なんか誰も B 語でバレットジャーナルやってないから、B 語でバレットジャーナルって動画を出したらみんな興味持ってくれるんじゃないかとか、そのハードルがね、低く感じてくれるんじゃないやろうかって言って始めたんで、まあ、ゆくゆくね、これがバッチリになってきたら、これと英語とかでもいいんかなと思ったりするんですけども、そこら辺は微妙ですよね。英語で、イメージとしてはこの英語でまとめた貼るだけバレットジャーナルもこっちに移行させたいんですよ。ってなったら、ね、これ貼るんだとやっぱ B 語なんだろうな、とか、まあいろんなこと考えますが、とにかく、こんな感じです。で、だからこれはまあまあまあいいんですよ。ここはもう修正なんてほとんどないから、いいとして、よいしょ。で、ちなみに、こいつが、ほぼ日のブックカバーなんですけど、なんだろうな、来年は、この大きいバレットジャーナルと小さいバレットジャーナルに挑戦したくて、こっちは、まあ、こう小さいバレットジャーナルってイメージです。こっちがほぼ日なんで、マンスリーがあって、このデイリーがあるイメージですね。で、こっちが、まあ、雑記帳ですね。雑記帳なんだけど、いろんなこと書きます。例えば、これとかは手帳会議でガーって書いてるだけっていうところもあれば、これはこう線の幅どれが一番美しいかみたいなただただ実験したとか、で、そんなもありますよと。で、これとかは、こう、ちょっと特別なスケジュールの仕事の時とかは、ちょっとこう書き出したりとかするって感じですね。うん、こんな感じで。始末しちゃった何日に、何時に出発してとかを、こうやってメモしたりとか、まあ本当にいろいろあるっちゃあるんですけど、うん。で、まあちょっとコモンプレスみたいな、コントのあるところガーってメモして、で、これをまた抽出して、まあバイブルサイズで僕が持ってるコモンプレスの、ストックに入れていって、まあまたネタ書きの時とかに、それをめくりながら、あ、こんなおもろいネタ思いついとったから、これを足そうみたいな感じで使うって感じですね。はい。なんで、これも雑記帳みたいな感じで使ってはいますね。で、うん、これ一冊で結構ね、将来的には、バレットジャーナルを成立させていきたいなと思ってます。これデイリーログもあるから、ここにタスクを書き出して、メモしてみたいな。うん。で、ロロマの M6 サイズ。これが、ウィークリー管理ですね。ウィークリーを書いて、こっちに、タスクを書いてる。うん。で、それを、こう、消化しながら、こう、消化しながら、まあ、今日の予定とかを決めるみたいな感じの時に、まあ、こうやって置いとくっていうのが、まあ、めっちゃ便利みたいな感じで使ってますね。はい。将来的には、まあ、今ここなんですけど、例えば1月以降は、この予定を見ながら、タスクを書き出して、それをこう日々こなしていくっていう形にすれば、まあ、効率よく、うん、できるし、まあ、こう画面が小さいなっていうのが最高っていう感じで、まあ、僕は、それでやっていくつもりなんですが、まあ、憧れのマリアンヌさんのを見てると、やっぱり英語サイト使ってみたいなってなるじゃないですか。ね。で、そのマリアンヌさんの英語のバレッジャーナルを僕の英語のシステム手帳に活かせば、まあ、まあ、正直ね、僕は手帳系 YouTuber として腹くくってるんで、もう正直に言いますけど、2個3個の手帳術を同時進行させてるんです。だから1個で済むところをわざわざ2個3個やってます。それはもう動画ネタになるからですよ。はい。なんで、もうね、初期の頃の実際に僕がやってるノート術みたいなものは、まあ、もちろん実際にやってるやつですって紹介しますけど、これ大きいノート術として今やってる、こっちも紹介しますね、みたいな感じでやってるのはもう、こう、最近見始めた人以外は、知ってると思うんですけど、はい。なので、こっちも、こう、そういう感じでカスタマイズして、うん。こう、効率のいいバレッジャーナルみたいな感じにしていこうかなって感じですよね。うん。で、そう、このシステム、レザーパッドはね、これがいいんですよね。こういう風に書けるので、で、ね、マリアンヌさんもね、その、なんか今日の仕事を一枚、なんかこう、書くスペースみたいな感じのを、作ってて、それとは別になんか、マンスリーを書いた後、その月のログみたいなのを書くところっていうのを分けてるっていう考え方があって、バレッジャーナルなんですけど、バレッジャーナルって基本ね、順番をガチャ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 、あ、ちなみにね、このデザインペーパーもね、なんかマリアンさんのバレッジャーナルの中にもあるんですよ。出てくるんですよ。いや、これ偶然オフ会の時に買ったデザペなんですけど、で、
これがええなと思って、これね、つけてる動画も、遡ったら見つかると思うんですけど、つけてて、後で気づいたんです。マリオさんと同じような、申し訳ないって。申し訳ねえってなったんですけど、これ、はい、お気に入りです。ちなみに、反対側はこっち。ね。そう、かっこいいよね。こういう風に、デザペ貼るだけでさ、一気になんか、それっぽくなるので、気に入ってますね。はい。話を戻します。だから、ここをなんかただただメモ帳みたいにしてたんですけど、今日一日のことを書き出しておいて、例えば家とか机の上には、うん、こうやって置いておくみたいな、そういった運用とかができたらいいなっていう感じでちょっとやっていきたいですよね。うん、それかここになんかあでね、そうまずはそうだよな、それも実験してみたいよな。あのマリアンヌさんがやってて、ああ、なるほど。確かにそれありだなと思ったのが、まあ、システム手帳なんか特にそうなんですけど、マンスリーログあるじゃないですか。で、だけど、あえて、マンスリーログを、まあ、バレチャーナル風に手書きにしてたんですよ。で、あれ、まあ、いろんな意図があるんだと思うんですけど、僕が思うになんですけど、僕が思うにっていうか、少なくとも僕の手帳術においては、ちょっとマイク触るね。11月でこっちに書きます。11月で、2、3、4、5、6、7、30と。あんまシステム手帳でこっち側使わないじゃないですか。だけど、そう、マリアンさんは見開きで使われてて、そう、あ、それ面白いなと思って。その、いや、確かにね、あの、ま、マンスリーリフィル存在するんですよ。あの、システム手帳にも。でも、結構デカデカとしたやつしかないじゃないですか。あ、まあ、あるんだけどね。あるのよ。これがこう、なんていうの、左側だけでガーってやって、こっちがフリーみたいなのもあるはあるんですけど、もうこのぐらいだったら買いちゃえばいいかなと思って。で、実際に、僕は今マンスリーはこのほぼ日の、この文庫本サイズでめっちゃ気に入ってるんですね。だから、この英語サイズの方は、その記録、ログを重視するんだったら、ぶっちゃけこれで問題ないはずなんですよ。問題ないというか全然大丈夫な形になってくると思うんで、これで、土日を丸つけて、あと23日が祝日か。あ、あと3日も祝日だね。そう。こんな、これで、まあ、上等なんじゃないかなという感じですよね。そう。まあ、上等なんじゃないかなというか、見てて、ああ、いいなと思って。で、こういうふうな、細かい予定っていうのは、こう、ゴリゴリ書き込む形でやっていくんですけど、こっちは、それよりも、すごく、大きな予定を立てるとか、メモしときたいような予定を書くみたいな感じで使っていきたいなと。例えば、まあ、あさってから、もうあさってからか、ひょえ、落語ロード、話し家さん、落語家さんと一緒に、地方を回るところに行くんで、まあ、落語ロードがあるよとか。で、まあ、マジックショーの仕事とかがやっぱり一番イレギュラーなんで、西洋史とかって書くみたいな。うんで、ちょっと、まあ、今月のことやったら、ここが四万都市か。いや、やばかったな、こうやって考えたら、ほんと。うん、それは忙しいはずだ。うん、でもこれも、23日で一旦このね、なんか11月のめっちゃ忙しい、まあ10月からずっと続いてためっちゃ忙しいのはなくなりますけど、そう、こんな感じで、ログをしていくと。で、これもね、ぜひ参考にしたいんですけど、マリアンヌさんは、まあ、ここに書いてたんですけど、まあ、ここに書くか置いといて、ゴール、ゲット、フェイバリット、シンクっていうメモゾーンを作ってるんですよ、その月ごとに。ゴールが、まあ、達成したことですよね。うん、まあ、ちょっと。ゴールで、次ゲットか、まあなんかこれ買ったみたいな、なんかもう車買うてたみたいな感じの、まあ感じで、まあ僕も見てますけど、はい、ゲットとフェイバリットって言ったっけ、ファブリットやったっけ、まあいいや。でシンク、うん、これを考えることで気に入ったもので、ゲットでゴールみたいな感じで、これでやってて、こっちをまあログにしてたんですけど、うん、これちょっと面白いよねとは思いましたね。うん、だからこのシステム手帳でも左側だけにマンスリーを書いて、こっち側をフリーページにしていくっていう考え方にすれば、で、
まあ、いらんかったらこれ外していったりもできるしっていう形、にすれば、まあ、すごいシンプルだけど、まあ、まとまり良いかな、みたいな。だから11月ゾーンですよ、これ言ったら。11月に達成したこと、ゲットしたもの、好きなものを選挙。まあ、確かにこのぐらいだな。僕も多分このぐらいだと思います。これ特設ページにやる必要はないから、このログのところをどうしていくかですよね。まあ、僕はもうしこたま書くので、ここにデイリーログって、マリアナさんはなんか一行日記とか、なんかちょっと気になったこととか、その年、その月に行ったイベントとかのチケット買うとか、そんな感じでまとめてたんですけど、まあ僕とてもじゃないけど、書く量えぎいので、まあそれはもう無理だなってなるんで、まあここがだから多分マンスリーログ、1ヶ月の思い出じゃないけど、っていうことを、やっていくとか、ってことになるのか、まあっていうかもうここどんどん進めていきゃいいかなっていう感じですよね。はい。なんでちょっと一回、ここら辺、まあ今入ってるものもちょっと考えながら、やっていこうって感じですけど、ちょっとね、ガバが、多くなってきたんで、ちょっと一回外しましたが、例えば、僕のこのウィークリーログですね。ウィークリーログ。で、これをこっちに貼っていくみたいな形もいいかなって感じです。で、僕ね、どうしてもね、マンスリーの、こっち側あんま使わないっぽいんですよ。あんま使ってないんですよね、正直ってところがあって。なんで、そう、ここを維持、ね、でもね、このウィークリーログのこの部分だけを使うって贅沢が過ぎないって、それこそ書いちゃうのよと思うけど、まあ、そこはちょっと、ね、分かってほしいんです。はい。そういう風な、そんな簡単な話じゃないんですよ。なんで、ああ、でもこれちょっと悪くないかもしれないですよね。マンスリーがあって、で、ここに、今日の予定を書いていくとか、こうめくったら、そうね、マンスリーがあって、これは結構ありやな。まあ、ここなんやねんと思うけど、ここ先週の話になっちゃうんだけど、そうね、先週のことがここに出てくるのなんか気持ち悪いな。いや、違うか。やっぱマリアンさんのやり方正しい気がするな。わざわざここに入れる必要ないな。そうね、でも、これすごくシンプルだけど面白い気はするね。はい。11月だよーって言って、こうガリ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 って書いていくみたいな。これはすごい面白いから、ちょっと活かしたいな。で、じゃあやっぱりここには11月のウィークリーログをここ、まあ11月というか、この僕のウィークリーログの使い方はまあ、おいおいやるとしても、このウィークリーログはここに入れるべきか。シンプルだけど面白いね。こういうの考えるの。ああ、これでいいか。これでいいな。確かに。で、これで、ログというか、まあ、メモだよね。メモをこう書いていって、パリッと剥がしてやっていくみたいな感じで、11月のデイリーログをここにガリガリとやっていくみたいな感じにしようか。こんだけあれば上等でしょう。で、どうせこれ僕たちはてか僕やけど、僕はこれを作っていった後に、どうせこっちに貼っていくから、たまりにたまってパンパンパンでもっさりになるってことはないから、はい。なんで、で、この、まあ、ちょっと僕は結構これ気に入って体に馴染んでるんでやってる、ウィークリーログを書くっていう作業。で、これも、今ちょっと見せてるんですけど、こうやって書き切ったら、例えば、どこやったっけ？あ、こんな感じで。まあ、M6 の左側と、英語の右側でこうまとめていきたいなって思って、いろいろと考えています。はい。なんで、ここはちょっとまあ、入れよう。で、これね。こいつを、どうしたらいいかな？あ、いや。ちょっと待って、一回これ外そう。一回外そうか。これ、絶対書きやすいから。で、ここに、これ入れちゃおうかな。いやー、なんかね、これ違うよね。やっぱ11月は11月でやるべきか。そしたら、
ここかな。ここだろうな。え、ここか。あえてここか。ん？あ、でもこれゴムがあるからな。ゴムがあるから気をつけないか。いや、横だよ、横だよ。横なんだとしたら、縦に書くべきやったな。これでいい気がするな。じゃあこれはちょっとこの1枚目じゃなくてもっと真ん中の方に入れよう。あー、これはほんとコロンブスの卵だな、マジで。いや、これでよかったんよ。なんかいいマンスリーとウィークリーに使い分けとか考えたけど違うんよ。やっぱマンスリーは小さい手帳のやつとかいろいろね、細かく書いても任せてんやから、バレッジャーなら基本やっぱ書いてログを残すことやけん。ああ、いいね。ああ、いいイメージ湧くね。こう開けて、なんかちょっと今月のことをね、こう見渡すみたいな。これ良くない？このページができるの。ああ、これやな。うん。で、さらに、こっから、ウィークリーにも発展していけば、うん。ああ、いいな。いい。わかったよ。わかったよ。はい。オッケーって感じだね。あ、じゃあ私は、ここ、なんか、ログもいいけど、なんかここ、でね、そう。マリアンさんのあのリングノートのバレッジャーナルの特徴として、僕は片面しか使わなかったんですよ。リングノートだと。だけど、マリアンさんは両面使うんですよ。で、この見開きで見ていくっていう。まあもちろん、この書くところね、ぶつかることが気になるよっていう方ってもうこれ普遍的にいるんですよ。これゼロになることないと思うんですよ。うん、けど、マリアンさんはそれ、ここでこう当たるってことよりも、この見開きの広く使えて、で、どっちもこう外すことができるっていう手軽さっていうものを採用してる感じがするんですよね。だから、こっち11月にして、こっちログにされてるけど、私はじゃあそこ変えるとかもありだと思うよね。だから、俺これログじゃなくて、なんなら、ここをタスクゾーンにしよう。うん。まあ、2枚ぐらい入れとくか。このプロッターの。ああ、いいね。あ、いい。見えてくるね。これね。これ見えるよね。うん。こっちにやらないといけないことで、達成状況とかを書いて、そのタスクをこなしていくみたいな使い方？うん。ああ、悪くないよ。ね。いけることをね、全部ね、こう吸収していかないとね。はい。で、うん。こっちには今日のことを書いたりとかして、まあ記録しているから、みたいな。うん。それとはもっと大きな話題をやるわけですよ。マンスリーログのページだから。で、こっちがウィークリーのページ、みたいな。うん。で、そう。デイリーの、その本当になんかちょっと仕事の、今日の仕事のタスク、みたいな、なんとかは別のページにしてるっていうのも確かに一つのね、うん。特徴だったなと思うんで、はい。そうですね。だから、せっかくだからそれを僕ここにしよっかなって感じですよね。うん。これやっぱ起きやすいし、うん、机の上でもいけると思うんで、ちなみに今日のタスクは、今、ここに書いてあるんですけど、そうね。まあ、こう、なんだろう。ロルバン L サイズの方が、こうガチャガチャっと書くのには向いてるんですけど、今日のタスクとか、ね、健康状況とかをメモしたら、もうこれで結構1日というか、1ページ終わっちゃう感じがするんで、これをここに書いたらどうなるかっていうシミュレーションやってみよう。うん。とかかな？はい。で、こうタスクだけは書いといて、で、こんな感じで、ガラ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 ってやることができるんですけど、ああ、それを、ちょっと、ここのメモリ使ってやっていこうか。半分にして、で、うん、なんか、あ、いけそうやな。ちょっと待ってよ、これ小さいな。小さいというか、頭が映るのかなと思って、はい。
はい、こんな感じですね。うん。一日のバーチカルを書いて、ある程度の情報を、うん、書くと。で、今、始まったから、多分これも2時間ぐらいかな。サブちゃん。あ、サブちゃんじゃない。木曜日動画。うん。あ、いいね、これ。これで、ここら辺に、こう、時間に合わせて、こう、指じゃないわ。矢印しながらメモしたりもできるし、こう、自由に書くことができますよね。バレッジャーナルの良さがやっぱそこなんですよ。リーダーズミーティングで、ここから、生配信。はい。っていう風に書いて、で、実際に、こう、鼻が詰まってるっていうところから、まあ、僕は汗麺と呼んでるんですけど、僕がちょっと、風邪やばいなと思った時に作る生姜たっぷりの、オリジナルの麺料理があるんですけど、汗麺の買い出ししたんだよなみたいな。うん。っていうのをこう、置いとけばデイリーログとして書くことができますね。はい。まあ、ぶっちゃけこれでもできることだから、とは思うんだけど、ただこう、外で仕事してる時とかに、なんか、うん、どっちがいいんだろうなと思います。ロルバンとか、まあ、リングノート一冊で運用してると、これで上等なんですけど、ほら、こっちのメモをしたいときに一回一回めくることなんですよね。そしたらめくったら、こっちのこと見なくなったりとかして、抜け漏れとか出てくるっていうリスクが当然存在するんで、こういうなんかデイリーログ専用のゾーンがあって、これが置いてあったらここに書くんですよっていうふうにしとけば、これはもうなかなか開いたりすることってないじゃないですか。ああ、その、これが動くことないじゃないですか。だってこれ1枚しかないから。で、なんか、ざっとしたメモとか、こう書いて付箋を貼るとか、そういうことができるんで、こう置いときゃ安定するってめっちゃいいなとは思いますね。はい。うん、これいいですね。あっ、うん、で、別に折りたたまなくても使えるわけだからね。で、もう一つなんかこの付箋を使ってたんだよな、トゥードゥとかのやつを。で、僕はあんまり付箋をトゥードゥで使わないんですよ。理由としては、めんどくさいから書いて消した方がみたいなところがあるんで、ただその、ウィークリーのタスクを書いておいて、で、これをこっちに落とし込んだら一回これ消すんですよ。でも結局できないかったりするじゃないですか。で、できなかったら戻すんですよね。うん。で、その時に、まあ、もう一回書くのなんかだるいなとか思ってたりはしました。から、そういうのを、防ぐって意味では、付箋も大事なのかなと。で、付箋があると、そもそも、ささっとメモしたこととかを、バレッジャーナルにまとめるって時とかに、まあ、便利なんちゃうかと思うんで、まあ、どっちにしろ、ちょっと付箋を、ここに貼っていこうかなと思います。で、これ視聴者からいただいた、サルバドール・ダリのやつ。これとか貼っとこう。サルバドール・ダリだよ。まあ3枚ずつぐらいいくか。はい。で、せっかくね、これデザペなんで、紙なんで。うん。ああ、でも確かに、ありかもしれんね。なんか細長いのも貼っとくか、とりあえず。ちょっと待ってよ。付箋ゾーンのやつから、ピンときたやつ使おう。どれにしよっかなぁ。まあ、とりあえずどれでもいいか。細っ。なんかもっと目立った方がいいな。なんかちょっと違うなぁ。なんかね。白か。いや、白もなんか、白ならもうってなるよね。白ならもうってなるよねって言っちゃった。なんか、ちょっと、強めの黄色とかあったな。あった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 。あったあったあった。ああ、これだな、やっぱ。なんかベタだけど。マリアンヌさんもなんか、粘着力が不安だからっていうんで、強い粘着に変えたっていう。おっしゃってたな。なんか、そういう感じになるのかな、僕も。まあちょっと、こんくらいやってみようか。
なんか確かに1週間の予定とかを、大きめの予定とかを書いたりとか、1週間でやらないかんこととかを付箋で書き出しておいて、この部分の中のでこう貼ってタスクを管理する、確かにありかもね。ただね、これはね、僕はいつもだから一回これ付箋を使った時期あったと思うんですけど、初期の頃これなんでやらなくなったかっていうと、まあだから書いた方が早いっていうのがまあまああるんだけど、それと同時になんかね、この付箋に関して言うと、僕の場合はこうやって書いて忘れてとかできなくて次の日にしたよみたいな記録すらも僕はなんかログなんじゃないかなと思うんですよ。自分でそのうまくさ、予定とかをちゃんと言われた通りにできないタイプなんで、でできないことも、記録として残しておいた方が、あ、この時全然自分で立てた予定うまくいってないやんみたいな、そこすらも記録だなみたいなところがあってちょっと迷ってるんですよね。でもなんかちょっとこのメモゾーンは面白いな。まあね、使わなきゃ配信したらいいんだし。墓見るとこか、なんか使うかもしんないから、そう、僕は使わないんだよなーってやったら思考停止だけど、使うかもしんないじゃんと思えば楽しいと思うんで。でこれ落ちると思うんだよな、もともとそもそも、あ、だからあれ強粘着にこだわってらっしゃったのかな。まあなんかこう貼ってみて、こうね、なんか使えたらいいなぐらいにしときましょう。うん、とか人にメモ渡すとかはあんまないけど、まあなんか使うかもしんないかな。うん、これとか使えるかな。ああ、じゃあちょっとこれ剥がれるな。ああ、ダメか。ダメかな。ちょっと待って、これやっぱやめとこう。なんか、うん。もうなんか今僕がときめかない。理由、ときめかない。え、パニャンさんがやってることを、とりあえずやってみるんじゃなかったのってなるけど、いや、ときめかないからごめんなさい。サルバドールダリだけにする。サルバドールダリだけにして、で、これも絶対落ちるから、ここにつける。うん。せっかくいるんだから。サルバドールダリはここにつけます。はい。で、まぁ、ちょっと、書くみたいなこと、まぁ、腹立つ顔してるな。漏れたもんやからあんま言うたらあかんけど、ちょっと個性的な顔してんな。なんちゅう、なんかちょっとこう鼻につくこと言いそうやね。いいね。なんでここにつけといて、書いて一枚剥がしてパリみたいな。もうサルバドールダリでパリとか言うのダメやろ。はい、すいません、もう二度と言いません。サルバドールダリを見てパリなんて二度と言いませんね。そうもういかんね。だからちょっとまあ付箋なんか使えるかもしれないけど、とりあえずこんぐらいだけ置いとこう。3枚だけ置いて使えたらええなみたいな。まあでもなんかちょっとこのデザペにこのちょっと強いオレンジがちょっと入ってるってなんか映えるし、これただかっこいいからだけだったんですよ。ワインレッドにかっこいいからだけでつけてたんですよ。うん、だからかっこよくね意味が出てよかったですね。これ剥がれやすい、デザインペーパー貼ってるから、付箋が剥がれやすいから、押さえるためにつけたみたいな。ちゃんと意味を、役割を持ってたっていうのがすごいいいですね。で、まあ、ガチャガチャとしたメモゾーンと、マンスリーと、ウィークリー。で、次のところが、これはね、今抱えてる、ライブに必要な書類なんで、まだいるとして。で、ここもまあなんか、そう、もっさりしたら、別の英語手帳に入れていくって作業しないといけないなと思うんですけど、これ何これ？これなんか意味もなくペラッと1枚入ってるって、あれですか？システム手帳ユーザーあるあるですか？で、これとかが、その、放送大学中間テストについてまとめたやつですね。はい。で、これが体幹トレーニングに使うやつとか。うん。で、あと他にマリアンヌさんって何入れてたかな。あ、いろいろやったんやけどね。あ、ウィッシュリストか。ウィッシュリストはまあ来年やからまだ言うとして。そう。あ、その月のタスクとそれ以降のタスクみたいな書き分けもしてるって言ってたな。なんかちょっとそれも入れてみたいな。あ、じゃあ、これを半分に分けようかな。
いやそうじゃないか、そうじゃないね、そうじゃないよね。なんかそのざいやいやでも翌月以降みたいなのもやっぱ見えてた方がいい気はするから、これまたあれだろう、だいたい半分ぐらい使おうのパターンやない、ここの完了みたいなところをガン無視して、だいたい半分にして、タスクをガガガガガって書いていって、今月じゃないやつはこっちみたいな、感じにしていくかな。いやでも溢れたらいかんけど、まあまあでもそれはその溢れるときは足せばいいもんね。そう、あ、足せばいいんやったら線引く必要なかったか。いやいや、いいんです。まあまあまあ、こうやってやって一文字も書かずに終わるかもしれないんで、いいじゃない。なんかこう、一回一回ね、書いて失敗なんて言ってないし、失敗なんて言ってないし、失敗じゃないし、失敗はこの世に存在しないから、ね、チャレンジした人に対して失敗なんて言う人っていうのは、前世がろくでもなかった人ですから、はい。だから大丈夫です。失敗なんかじゃ、とてありませんけど、はい。ですね。で、あとは、ウォントリストと欲しいものリ、あ、まあ、要は欲しいものリストか。欲しいものリスト確かに書いてないな。いや。乾燥させたさつまいものリストじゃないですよ。それは欲しいものリストでしょ？僕が言ってるのは欲しいものリスト。ウォントリストって言ってましたね。なので、確かにウォントリスト入れてないなとか、なんかそういうリストみたいなの入れてないな。これが、いわゆる、なんだろうな。時間、タイムログですけど、ここになんかそういうのも入れていこうか。で、この、贅沢にもこの、トゥードゥーリストのやつの1行目に want list って書いて、はい。使いましょうかね。want list で。はい。want list、あと、なんか、参考にしたかったものっていうのが。こんな感じかな。で、なんでもないです。こいつが書き上がったら、これを外して、こんな感じで貼ってしまえば OK ということですね。まあまあこう書いてこっちに広げるでもいいけど、まあ、そこは使い分けだと思うね。なんかをメモしたやつやったらそういう使い方もできるし、まあ iTunes やったらこれでいいと思う。こっちに貼っちゃって、で、ガチャガチャ足していくっていうことですね。はい。いけそうだね。いけそうだら。はい。悪くないな。そう、だから英語サイズはもう B5 サイズに対してはもう本当に一撃で終わっちゃうんで、まあ、逆に言えばそうなんですよ。だから持ち運びだったら、包容力があるよりも、こう、ね、スマートな方がいいんで、英語サイズに任せて、後で貼るみたいな、感じでもいいかもしれないですね。はい。ああ、全然いいね、これで。全然いい気はしてきた。そうなってくると、いろいろね、こっちの使い方も、こうガチャガチャ変わってくるんですけど、英語ね、やっぱこうやって、なんか、いけそうなこととか、ね、自分にも取り込めそうなことを取り入れてみて、やってみると面白いですね。はい。だから、この英語サイズもいい感じに、バレットジャーナルとして、また進化してくれたら嬉しいな。はい。って感じで。今日はね、まあ、僕の大好きな、個人的にもずっと、推している、マリアンヌさんのバレットジャーナルの動画を見直して、自分の、バルチャンネルに行かせれないかなっていうのを、ずっと模索するっていう動画でした。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価して次の動画をお待ちください。ハッシュタグイマルミンで視聴者の方が Twitter、Instagram で交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると確信しておりますので、ぜひ覗いてみてください。あと、サブスクリプションが2種類あります。YouTube のメンバーシップは、こういった動画の、ノー編集版を事前視聴することができたりとか、あと過去の劇団コバーシャルタの作品の見放題っていうサービスをやって月額190円です。こちらもね、もうちょっと応援しちゃってみるぞっていう方がいたらご検討いただけると嬉しいです。とにかく私たちを応援してください。というわけで、やっぱバレットジャーナルにはね、終わりやゴールが、いや完成はないので、こんな感じでまた試行錯誤して遊びたいと思います。皆さんも、楽しい手帳ライフを送ってください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。